それではフィルムを想定したいと思います。まずここの感度が200になっていることを確かめてください。今回は400のフィルムを入れます。はい、このカメラは感度200までしかありません。400の設定はありません。それではいきます。まず裏をパチッと開けて半時計回りに回してパカッといきます。で、このパカッといくときのコツはちょっとだけ下に押してパカッと押します。はい、これでフィルムを入れます。フィルムをここの切り込みとこの辺その角度を合わせるように入れて、ここの穴2つ目ぐらいがここに入るように、ここですね、入るようにして、そしてここの歯車とこの穴を合わせるようにここを押さえます。で、これを回すときは一回カラシャッターを切ります。カラシャッターを切るときは必ず明るい方を向けてください。こうやって置いたりするとカラシャッターが切れません。必ず明るい方を向けてください。で、ここも強く押さえすぎると回らないのでこのぐらい軽く回してください。そうするとここがちょうどいい位置ではまります。さっきを蓋ないよりも奥に入れると、ちょっと奥に入れたパターンもやってみましょう。ダメな場合です。ダメな場合は奥まで入ってしまいます。奥まで入った状態でやるとこのようにフィルムの先っちょが飛び出してしまいます。こうすると巻いていくうちにここがキツキツにこの出てるせいできつくなって途中で巻き上げられません。なのでさっきのように蓋穴分、この辺ですね、蓋穴分で必ずいけばこのようにちょうど収まりが良くなります。そしてちょっとやり直しますね。なんでかっていうと、ちょっとここの歯車とこっちの入り口がちょっとたくさん出しすぎてたせいで緩くなっていたので、一度フィルムを巻き取ります。巻き取るときはこっちのへそを押さえながら合わすとこのように最初の位置に戻せます。はい、もう一度やってみます。蓋穴分、カラーシャッター明るい方を向けて、それでちょうどいい感じになりました。で、もう一度巻きぐらいしときます。そして裏蓋を入れます。この時はここから入れるとここのところが当たってしまうので、ここが当たらないように、これがこう押さえになっているのでこの辺からやります。この辺ですね、この辺からやってちょっと下に押しながら入れます。そうするとスムーズに入ります。そして時計回りにして倒します。これで蓋がちゃんと閉まります。そしてまずこの段階で24枚撮りを入れたので40の位置に合わせます。一応24枚の倍、ハーフなので倍取れるのですが、
一応あんずを見て40枚ぐらいにしといた方がいいです。そうするとからシャッターをします。で、2回か3回からシャッターを押すとちょうどいいです。そうするとここのカウンターがどんどん減っていってゼロになったらそろそろフィルムが終わりと思ってください。で、この時に今からシャッター今2回押しましたが、フィルムが入っているかどうかの確認作業をします。まずこれが矢印の方向にしか回しちゃいけません。これが巻き戻す時もこの矢印方向に巻き戻す、取り終わって巻き戻す時はここを押しながら、ずっと押しながら巻き戻すこの方向に持っていけば取り終わった時に巻き戻しになります。で、この時に今はフィルムを入れれた時に確認作業として軽く回します。何をしているかというと、さっきここに入れたフィルムでこっちに行ってるフィルムの先っちょで、こっちのフィルムの今中のたわみを取っています。このフィルムの中でたわんでいたのを取って今キュッとこれで硬くなりました。このフィルムの中のたわみがこれでなくなったので、こっちを回すとこれも同時にこう回っていきます。からシャッターをしてこっち見てください。こうやって一緒に回りました。これでフィルムがちゃんと巻いている時にこっちに巻かれているという証拠で、これでフィルムが確実にこれでちゃんと取れていることになります。フィルムの入れ方はこれで大丈夫です。で、あと取る時の注意点は、今感度を400を入れたので感度200にしてください。感度100のフィルムを入れた時は感度100もしくは感度80、60、50ぐらいでもいいと思います。ただ感度が低く設定すると暗いとこで撮れなくなる頻度が高くなります。このカメラは暗いとこだと赤ベロといって、これが出ているカメラが正常な状態です。これで壊れているカメラの場合はこの赤ベロが出なくて撮れてしまうやつがこのカメラでは不良になります。で、この場合感度200にします。400のフィルムを入れたら200、100を入れたら50、感度200を入れたら100ぐらいの方が明るく撮れます。で、あと撮る時の注意点はここに距離計がついていることです。この人が1人のとこがだいたい1メーター、3人が3メーター、山が5メーター以上だと思ってください。それをだいたいの位置で合わせて撮ります。このカメラの使い方で、注意するところは以上です。で、先ほども言いましたが、ゼロのカウントになるまで撮り切ったら、フィルムを巻き上げるときはここを押しっぱなしで回します。で、くるくるくるっていってスカッとこう軽くなったらフィルムが全部巻き切った証拠になります。そしたらまたフィルムを上げて撮ってください。はい、使い方は以上です。